春ですね。寒毛期ですね。すごいな。ちょっと今布団上げてサツキとメイのブラッシングをファミネーターでしてるんですけど、モルモットが裁かれたぐらいの、え、まあ今日少ないか、うん、ね、まだ少ない方だな。でこれちょっとこの、ま、これからある。でね、わあ、あさちゃんが来た。あさちゃん、あさちゃん、頑張って。もうちょっと頑張って。ね。あんたの毛だけですごいよ。あの、インコ飼い始めた時、インコの餌すごい散らばって汚れるとかって思ってたんですけど、犬と猫の比じゃないね。インコすごい可愛いもんですね。見てください、今ちょっとこう、これ。うわぁ、さあちゃん、さあちゃん、これ。話終わってない。見てください、これ。すごいでしょ。合うじゃない。ターミネーターすごい取れるんだよな。でもね、で、めいちゃんはもう、爪がね、すごいんで、もうめいちゃんは途中リタイアで、あらら、ちょっとまたパニック顔に行く。ちょっと、あそこでね、ふてくされてますね。めいちゃんもね、やってあげないと毛玉がね、できちゃって、だいぶすごいんで、やってあげてんだけど、よいしょ、わぁ、これは、足についた、毛が。ちょっと、わぁ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 。すごい。で、私たちも見てください、これ。ほら、毛まみれ。ちょっと着替えてこなきゃダメだな、これ。ねえ、シバちゃんとか飼ってたりね、ハスキーちゃん飼ってる人たちも多分大変なんでしょうね。いいな。ちょっと今日はこんな休日の昼間朝か。ああ、もうちょっと一回休憩か、お前。ねえ、でもどこのワンちゃんもブラッシング嫌がりますよね。なんかあの、なんだっけ、ブラシとなんか掃除機がこう、一緒な、うわあ、この駅だ。すごいな。うわ、ほら見てください、俺。ね、ブラシと掃除機が一体になってるやつとかね、あれいいですよね。多分こういう惨事にはならないんだろうな。ね、ほらすごいね。なんかこれなんか羊毛フェルトみたいでできそうだね。ちくね、あさちゃんちょうど利口さんだったけどね、いっぱい取れたね。まだやりたいって。あー怒っちゃった。もうやだね。見てめいちゃん、ほらもう解放されたから、あの余裕な顔で。何吠えとんっつって。俺終わったもんね。山もね、今引っかかれて、私もう傷だらけ、あ、血出てるし。あ、大変だこりゃ。ね、終わった後はあれだぜ、ちゃんとご褒美あるぜ。やだな。ね、あ、皆さん、ワンちゃん、猫ちゃん、お飼いの皆さん、寒毛期乗り切りましょう。あ、なんか私のところにほら、助け求めに来たよ。あ、隠れてる。隠れてる。せっちゃんかね、お母さんも加担してるんだよ、このブラッシングにね。助けてくれよ。ね。じゃあね、めいちゃん、余裕のあるめいちゃんを。わかった。言いたいことは分かった。ね、あ、分かった。じゃあ、さちゃん、最後にほら、さちゃんのいいお顔で、ほら。にっこりして、にっこり。ほら。あー、かわいい。お顔見せて、さちゃん。毛玉ボール見せて。あ、それ、だって、あ、食っちゃう、こいつ。あー、食って。ね。今日は暖かいんでね、お散歩日和ですね。皆さん、寒毛期乗り越えましょう。